1日目で何人数人とかでしょ、枠20人とかじゃなかったっけまあその視聴覚室は、まあ、あのファンの方とお話しできるというやつなんですけど、まあ、僕の声が、まあ、漏れに漏れてたという言われてるやつなんですけど、まあ、やっぱねすごい画期的なシステムでしたね。あの感謝の言葉を述べさせていただくみたいな感じになるんですけど、公式放送見てたら男性ファン結構いて嬉しかった。お、マジっすか。なんか噂には聞きましたよ、男性ファンもいただとかやつで、なんとね、あの男性のねふわみらとファンもねいらっしゃいました、一人だけ。その20の枠の中にお前勝ち取ったんかとか思ってびっくりした。うん、一人だけいた喜んでましたね、でもみんな。うん、何話したんだ、まあ、ただ1分だけなんだよねほぼ。うん、1分喋って、で男性はね、まあその一番は他の女性ライバー結構好きですみたいに言ってたんですけど、あの男性ライバーの中ではふわっちが一番って言ってくれてて、そう、どうやったら彼女できますかって言ってて、そう、まあ、彼女できますかではなかったな別に。